南署です。バンコク配信でお友達になった木村さんと空港でうまく落ち合えるかという、まあね、約束してたわけでも全然なく、しかも仕事も終わりにかかったので、もう木村さんも搭乗手続きに入ってたみたいなところだったので会えなかったんですけれども、まあ、空港で彼をの出発する飛行機を横から見て、お別れしようという、まあ、そんな企画で今真っ暗な空港に立ってます。これ何か書こうかな、空港さよならさよなら今に深井フライトステータスみたいな深井さんの配信見てます、ありがとうございます。深井悪いですね、すいませんこんな深井ただバイクで走ってで、ただたらたらこんな日中横でただ喋ってるだけの配信なんですけど、すいません本当に。よっぽど木村さんの配信見ていただいた方が万感の思いが帰られるので万感の思いがあるやと思うんですけどね。さすがな、そう言われましてもさすがと言われましても、一応間違えて会えなかったという、本当すいません、本当すいません、もう、提案したけどごめんね。いやよかったです。というか、皆さんには全然関係ないお話かもしれませんけど、飛行機が見える道が思いもかけずフルサービスで分かっちゃったっていう、これいいんじゃないですかね。すいません、南さんの配信素敵でした、ありがとうございます。いやこちらこそそんな素敵なコメントありがとうございます。南さんはね、いやそんなバカなことって言ってくださいよ、そんなこそばいいですよ。南さんの素敵さに、いやもうコメも恥ずかしくて読めないですよ。ジャッキーみたいな空港出るようになった、ジャッキーみたいに空港出るようになった、何かが読み取れていない、すいません。ジャッキーみたいに、これはどうなんだろう、俺の頭が朦朧としてるせいなんだろうか。あんなキムだけどこれからもどうか仲良くする、いや本当にありがとうございます。いや木村さんだからこそこれ走ってこれたという、そんな感じですよ本当に。いやジャッキーチェンのように、ああそういうことですね、空港脱出ね、空港脱出劇いいですよね。そうそう、ガラスパリンって外で空港脱出劇で、いやそのシーン外から映したり僕できてたら永久保存版でしたよね。ジャッキーチェーンみたいに暴れろ、なるほど、ジャッキーチェーンみたいにね。いやそれ明日の新聞楽しみですよね。さすがもうロビーで出れないって言ったところに、いいからとりあえず外へ出てって脱出、かっこいいじゃないですか。最後にそれ木村さんやってたらかっこいいじゃないですか。シャンデリアからいやそのアナウンスあったらいいですよねって、これ映してますけど、これ木村さんじゃないですよね、まだね、映画監督でしょ。あ、なるほど、そうか、そうですよね、そのシーン映してたらかっこいいっすよね。みんなすごかった。いや、そうです。まだバス、あ、そうなんですね。まだバスなんですね。それやったら木村さんの、キムの株が上がった。そうですよね。それやったら、どういうことになるかわからないけど、名前はね、もう日本で結構かなり知れ渡ってますよね。帰国された時には。これは違う、そうなんですよ。これ違う飛行機ですよね。でも木村さんもまあやって日
本に急にと思っちゃうんですね。ちょっと寂しいですね。昨日の夜 もねお会いしたとこなので、皆さんにはずるいって言われちゃうかもしれませんけど、生木村さんをね見てるところで、昨日の今日なので、アナウンスで呼び出す、なるほどそれいいじゃないですかって言っても、バス乗っててアナウンス呼び出してすごいっすねそれで一人だけ帰ってくると、タイムの刑務所で面会するとか、そうですね、面会突行きますよ。そうなると、あんなひょうひょうとした感じだから米も軽く感じると思いますが、表現が下手なだけで君も南さんに感謝してると思います。いや、そんなことをちょっと言っちゃっていいのかどうか、まあまあひょうとひょうとされてるのはまあね、根本的に割とひょうひょうとされてるんですけども、まあ何にもこう、例えば後で YouTube 動画アップとかもそういうのも全然流れてない時とかにねお話もして、割とねちょっとひょうひょうとはしてない木村さんの一面も見ましたよ。見ました、見ました。タイで面会時は配信も、そうですよね、これもう間違いなしですよね、間違いなしです。これも違いますけど一応撮っときます、絵として撮っときます。配信してです、あーですがいい人です。いやいい人ですよ、ほんといい人ですよ木村さん、ほんといい人です。僕実はだから木村さんとライブ会場をお送りした後にお別れして、まあ僕すぐにその後コメントするためにちょっと聞いたんですけど、友とか言ってくれて、僕実は本当に鳥肌もどでしたからね、本当にちょっと変わってますが、いやそう変わってないとは言えないけど、でもすっごいいい人なの間違いないですよ。それは分かりましたよ。マシキンバレちゃった。バレてますか。でもトイレで手洗わないんですか。マジっすか。握手しちゃいましたよ。会うと真面目。そうなんですよね。本当会いすると真面目ですよね。MJさん、南さんのために言わないであげてたの。聞いちゃいました。聞いちゃいました。ごめん。削除の前に見ちゃいましたビジネス不真面目なんですか。マジっすか。まあ、映画ってでも結構ね真面目不真面目を織り交ぜないとできないじゃないですかね。さっきのタイトルが来ました。何でしたっけ。すいません、全然覚えてないや。みなみさん正直、いやまあ配信もあんまり慣れてないのですいません。結構正直に言っちゃっていいのかな、こんなこと。うわ、除菌してくださいね。ね、じゃあ、スロットの後で、除菌クリーナーで拭いておきますって。これ、よく残さないようにしないとな。木村さんに見られたらやばい。手洗ってないのに触ってしまったみたいですよ、みたいです。ファブリーズで次いで朝礼まで行きますか。でもね、これ木村さんの YouTube 動画アップも楽しみなんですけども、朝礼しないとマジでちょっと怖いかもしれないですね。僕今回ちょっと怖いなと思ってますよ。リスナーを楽しませるためにだけの感じね、あのとぼけた感じ本当見習いたいです。あの勢いあると、不思議ですよね。とぼけてるのになんかこう勢いありますし、いやーやっぱ撮ってる人ってね、撮る側の人ってやっぱああなんですね。すごい本当に、飛行機乗るようです。おっ、そろそろ来たか。皆さんどうかこの放送を録画として、ちょっとピーとか加工できるのかな。木村さんは実体乱れになっちゃう。大丈夫です。全部押してほしい。マジですか。一応なんかこう今までのものは捨てずに残してる形にしてるはずなんですけどね。すいません、僕スタンドとかなしで、バイク乗ってる時にやってたんで、ポケット突っ込んでたんでね、やっぱりなんかのボタン押しちゃってた、胸が勝手に押しちゃってたという感じかもしれません。ひょっとしたら消えてたら申し訳ないです。
頑張ってるのマジ見つかる。なるほどですね。いや、なんかそれちょっとこの米、泣く米じゃないんですけど、なんかちょっと今来ましたね。今じんと来ましたよ。そう、全部残してほしい。今タラッポ上がってます。イエイ。こんなところで俺配信してたらいかんな。ちょっと木村さんとこ戻ろうかな。まだ多分木村さんやられてますよね。ライブ配信まだされてますよね。戻ろうかな。終わりました。え、終わっちゃった。放送終わっちゃったんですか。なるほど、そうかそうか、終わったよ。そうなんですね。いやー、そうか、大配信もとうとう。いや、最後の瞬間ちょっと見たかったなあ。あー、南さんありがとうございます。いやいや、本当大したこと何にもしてないので、今なんか完全おくつろぎモードですよ。本当に今機内入ったな。そうっすよね。タラッと上がってきない。移動配信後からでも残せるのでお願いします。わかりました。変にこう僕の貧弱な胸が配信を削除するというとこポチッとしてなかったら、まあ、一応残しておきますのでよろしくお願いします。金も録画で残してる。そうですよね、そうですよね。あ、エルゼさんも南さんありがとうございます。いやいや、こちらこそお願いします。わーい、ありがとうございます。いや、本当にだいたいそもそも南さん、あ、みなさんじゃない、それを自分のこと言ってどうすんだ。木村さんと出会ってなければこんなに楽しい配信もできてないですからね。いやー、万感の思いですね。本当に本当に南さん言ったらそれ本当に何言ってるんですかね。米読みしてると本当でもあれなんですよね。自分のことも南さんとか平気で言っちゃえてる。ね、自分が怖いっす、本当に。なんだこれ。たまたま覗いてくれてよかった。いやー、ほんとラッキーでした。結構ね、木村さんも結構、配信回してられましたけども。でもほんとよかったです。ちょうど休みの日で、僕休みじゃなければ結構ほんと夜型なので、夜、12時、1時ぐらいからしか見てないんですよね。で、ちょうどあの日、休みの日で、ポコッと空いた時間があって、あ、これマーブンクローンじゃないかって、まあ、場所が分かった、タイの、まあ、デパートなんですけどね。それで、もう、一気に血圧アップっていう、そういう感じだったんですよね。いやー、そこで出会えて本当良かったです。普段はタイでどんな配信？結構なんかウォーキング配信とか、あとまあそうですね、だから公園回りながらなんか、あ、ここでコンサートやってますよ、こんな歌歌ってますとか、なんかポツポツとした配信でした。すいません、これを機会にちょっと木村さんにパワーをもらったので変わっていこうかなって、まあそんな感じで思ってます。そんなお茶目な南さん、いや、お茶目というかバカというか、僕関西人なんですけど、アホです、アホ、本当にアホです。逆に木村さんのおかげで南さんを知れてるから、いや、そんなこと言われたらまた泣いちゃいますよ。ここでこのリスナーもみんな夜型みたいですよね、みたいですよね。奇跡ですね。そうなんです、本当奇跡ですね。よかったです、あれ、バッチリバンとハマって、ちょうど、あ、これ食ったらまずいだろうなって思うものを木村さんが手を伸ばして、まあ、もう買っちゃってるんですけどね。で、皆さんのなんていうんですか、入ってるその中に入ってた、クズ人参みたいなのが、こうクズ人参食べるみたいな話がもう何回もリピートしてるっていう、ちょうどそのいい場面にガーンって出くわしたんですよね。もう奇跡でしたね。気分が欲しいらしい光、マジっすか。あの光がそのまんま空に行って、それ何でしたっけ、夜中の星かなんかじゃないんですか。星になる時間でもかっこいいっすね。そこだけ書いてるとかっこいいっすね。そうです、いいっすか、いいっすか。またどっかで配信しますね。これ空港横でぐるーっと見ていただくと、これこっちがずーっと滑走路になってまして、で、あともう道しかない、こう向こう側も何にもないところなんですよね。何にもないんですよ。
っていうので、あの結構大声出してやれてます。普段ねもうちょっとね、イヤホンマイク使ってこそこそ喋ってるんですけどね、とかあとラジオ配信もしてること多いんですけど、 あんまり楽しくないですよね、見ててね、きっとっていうか聞いててあんまり楽しくないですよね。ここから飛行機見えますよ、見えます見えます、次の便飛んできたらまた撮りますね。地上走行中ですっていうシーンだったのかな。しまった、米がこの米に対応してなかったですね。そろそろ飛び立ちます、こっちから来ますよ。南さん好きすぎて、いや僕も皆さん大好きです。あのもちろん木村さんもね、もちろん大好きですよ。あの木村さんもしこれ配信残してたら、僕後で撮ってつけて言ってるんじゃないですよ、本当に本当に木村さんのことも大好きですので。クズキッチン、いや本当ね、あのクズキッチンちょうどよかったですよね。いやあそこにドンと出くわすね、これまずいみたいなとこでしたからね。人参の絞りかすは本当本当かすみっていうんでしたね。ラクダ星、そうか、このバンコクのくすんだこの空にもラクダ星が光り輝く時が、で、そんなこと言っちゃダメですね。言葉にならなくなってきましたよ、今一瞬ちょっとぐっと。みなみさん声いいっすね、ラジオ DJ。 あのたまに言われるんですよね、ラジオ DJ のこと。そうなんですかね、あの後で自分の声を聞き返して、まあでもね、そうかな、ちょっと低い声ですもんね、そうなのかもしれないですよね、自分でよくわからないですね。バイクで走る気持ちは、これは木村さんもあのまず本当に外へ出てドンと地下駐車場で2人で運転手で乗ったんですけど、上に上がった瞬間からうわこれマジ気持ちいいっすねって、あの風がね結構バイクだと出るんで声聞こえなかったかもしれないですけど、結構叫んでましたよ、結構叫んでました。バイクをなんでタイでとかこうアジアでみんな乗るのか分かるような気が しましたって言ってましたよ。こうやって飛行機が見える場所まで来ていただいたことも感謝。いや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 、結局再開劇間に合わずみたいな、壊れことになってこうね、辻褄合わせみたいな、すいません。あ、ありがとうございます、お茶ありがとうございます、パチコさんありがとうございます。太鼓式習いにいつか行くので、その時はあもちろんもちろんいらっしゃってください。太鼓式、もしよかったら僕を実験台に使ってやってください。最近ちょっと腰の調子がいまいちでして、南さんのおしゃべりめっちゃ面白い。いやね、そんな木村さんに比べ、そんな木村さんめっちゃくちゃ面白い方ですからね。で、でも木村さんねプロでいらっしゃるからね、あでも木村さんってあれなのかな、制作の側なんですよね。でもまあ制作で出てるってすごいっすね、やっぱプロってすごいっす。あとで話すことだけいいですか？うん、どういうことなの？あとで、あの、音楽のことか。音だけいいですか？ちょっと待ってよ、これ流せるようになってるの？僕ね、ツイキャスのね、これ、何かを、パソコンだったらあれですよね。パソコンだったら、なんだったっけ？なんか使えるんですよ。ちょっと待ってよ、これ、携帯でどうするの？本当に楽しいですね、テンポよくて聞きやすいし楽しい。米に追いついてないよね、内心焦ってるだけですよ。南さん聞き取りやすいし声が、声質が心地よい、そうなんですかね、聞き取りやすいんですかね、声って。あでもそれあれなんですかね、ついついなんかこう塾講師の声になっちゃってるんですかね。イヤホンで聞いてました。イヤホンと僕も今イヤホンですよ。イヤホンじゃないとね、横走る車の音もただものじゃないっていう。キムがバイクに乗って興奮したったの聞こえた。あ、そうなんですよ。よかったよかった。お、もうそろそろ飛ぶ。マジっすか。離陸予定0時5分。これじゃないんですか。これってズームできないんですよね。で携帯も詳しくないんだよ。ダメダメっすね。
会えなかったとか、そんなこと全然格好悪くなんかないです。ありがとうございます。これもまた泣けてくるな。こうしてバイクを走らせてくれて、それだけで嬉しくて、いやありがとうございます。嬉しいコメントです。で、私たちが南さんが走ってくれた証明だけさ、そうですね、承認多いですもんね。いや、こんなにたくさんいらっしゃっていただいて感謝しきりですよ。キムキム面白いっていうか、カーテンテンテンって、このテンテンテン気になりますね。この省略を、行間を読み取らないと。お、声優業界の話、男へと、あ、英語お前のという話ですよね。音だけいいですか。え、もし、え、これはあれなのかな、僕の声なのかしら。だとするといいですよ。ちょっとすいません、勘違い、全然勘違いしてるかも。おっ、南さんがどれだけ必死にキムに会いに走ってくれたのか、できるだけ伝えました。ありがとうございます、ありがとうございます。そうですよね、もうバイク乗ってて、もう手足ふさがり状態で飛んだかな。いや、まだ飛んでないはずです。飛んでくるのは絶対こっち方向のはずなので、今あの滑走路でを回って待機してるものが一機あったんですよ。ちょっと見えにくいけどあったんですよ。その方向に僕もカメラ向けてるんですけどね。あ、今もゆっくり走ってんのかな、あれ。ちょっと見えにくいんですけどね、僕も目が悪くて。それが飛び立つんじゃないかなと思うんですよね。そろそろ星になるわけ。星。ね、でも、フライトの、伝統の尾翼灯なのかなの、最後が見えなくなるまで見たいですね。飛行機飛ぶか、うん、回ってるっぽいんですよね今。あれ、もし巡回の車だったらそんなはっきり光が動いても見えないはずなんで、飛行機のはずなんですよね。でこれ何かのことでまかり間違ってロスしてたら、すいません、それこそあれですよね、それこそ品種のものですよね。滑走路が混んでるのか。でもね、滑走路混んでるかという割にはあれなんですよね、ちょっと飛行機パッタリ止まったんですよね、さっきから飛んでるのが。飛行する方向まで考えて、あ、それはでもあれですね、自分がフライトするときにだいたいこっち方向しか飛ばないっていうの知ってましたね。で、ちょうどバイクでここへ来た時に、お、これこっちじゃないかみたいな、そんな感じなんですよね。声だけ撮って後で映像に寄せるはめ込むってことです、話です。めんどくさくてすみません。いや全然大丈夫、全然大丈夫です。そんな、わかりました。っていうことはやっぱ僕の声なんですかね。こんな声でよかったらもう、どうぞ。キムの飛行機より南さんのおしゃべりの方が楽しくて、なんて言わないでおこう。そうですよね。もう本当に飛び立つ頃のはずですからね。地図確認したんですけど、多分そちら側から見えると思うのですが、はい、お、あれじゃないのかなっていうのが、あれなんだ、あれ近くだな、あれめちゃくちゃ、あれ車か。すいません、もしや MJ さんが何かを、そうなんです、それをちょっとお聞きしたかったんですけれども、 MJ さん、ひょっとしてハイライト映像がとか、そういうことなんですか。木村さんのこともリスナーも楽しませていただいてありがとうございます。そうですよね、本当そうですよね。僕もリスナーとしてもそうですし、参加できたのもそうですし、本当そうです。あ、それらしい飛行機ですよ、あれかなりそれらしいです。来ましたよ、あれですよ、あれジャンボですよ。来ましたよ、これ。いや、今、地上ですね。滑走してますね。
動いてるやつです。それです、それです。ちょうどど真ん中に来てるやつですよ。来てます、来てます。あれじゃないですか。あれっすよね、時間的に。ゆっくりその姿を皆さんに披露するかのようにって言っても、なんかね、映像だと遠くてすいません。僕は結構肉眼だと結構見えてるんですけどね。ゆっくり姿を見せつけるように巡回してます。なんで巡回してるんだなんで巡回してるんだ。飛ぶんじゃないのか。いや、ちゃんと見えてます。見えてますか、見えてますか。なんだこれ反対方向にくるっと回っていっちゃったじゃないですか。どうなってるんですか、どうなってるんですか。それともあれなのかな、本当はフライトの順番逆なんですかね。なんか向こうで強く光ってる飛行機が一個、まあ、これちょっと遠すぎて見えないんですけど、あるんですけど、あれを順番譲った。いるんかいあ、戻るんかい。そうです、戻るんかいですよね。の戻って止まってるじゃないですか。あれあれっすよ、戻っ、だなんだ、俺のナレーションは一体何だったんだ。思いっきりあれですね、ゴール前であのキックを外したキッカーの気持ちですね。ラクダ乗ってるから、そうか、ラクダに乗ってるとこの滑走路駆け抜けていくとちょっと暗すぎてわからないかもしれないですね。なんだ、そうですよね、見に出るだけで十分です。すいません、盛り上げておきながら急激にこんなこんな展開になってしまいまして、そしてそんな中お茶をありがとうございます。このお茶はちょっと感動ものお茶かもしれません。もうすいません、もう外しまくった後のお茶、ラクダが検疫で引っかかってるんですよ。そうだとするとこれ厄介ですよ。ラクダだとかなり検査されるはずですよ。木村さん最後までね、そうですね、配信を終えても配信をする男、それが物語木村さん。ハイジャックやったのかな。お、それだとやばいっすね。それだと明日の朝刊間違い。なんだ、またなんか来たぞ。なんだあれ、でもなんか遅えな飛行。あ、違うか、あれか。え、なんかちっちゃくない。あ、違う、これだ多分。来た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 、これだこれだ。うおー、来た、すいません、急に来た。これですね、時間的に多分間違いなしですね。木村さん、木村さん、さっきも手を振ってたんですけど、ちょっと画面に映ってなかったんですけど、木村さん、俺ですってもう見えないよな、角度的に。木村さん、またねー。うわー、3点の星にマジでなっちゃいましたね。落ちないでね、マジですね、ほんとマジですよね。その星のまんま東京に着いてくださいよ。お、画面でもまだ見えてますね、木村さんの海への名残惜しさがまだ残ってるようですね。もう車のライ、もうこんな時走んない、車めっちゃ邪魔しやがって。都会の光で星が見えなくなるとか、明かり見えなくなる、マジですね。僕まだ見えてるんですけどね。ね、車とバッチリね、本当に。でもこれ中入ったら多分捕まるので、僕暗いとこ行くと。あ、マジで見えなくなりましたね。あ、でも点灯だけはしてますね、点灯だけしてますね、してます。4時35分です、着陸予定。そうです、こっちからも来ましたよ。これが木村さんだったりしてっていうのもありえないではないです。だったら木村さん、さよなら。すいません、もうどっちかわからないっすよ、これ。わからないですけど、多分どっちかなので、木村さん
見えてたらすいません。もうはちゃめちゃはちゃめちゃ配信ですね。何でもありもうむちゃくちゃだな本当。だったらさ本当に木村さん、木村さんだったら本当にむちゃくちゃ配信ですね。この配信俺見てたら本当あのこれ爆弾とかあったら爆弾投げてますね。コンティニューコインとかの代わりに。分かる方がいいですから、まあまあまあそうなんですけども、あのどっちもあれだったんですよね。あの尾翼のとこ見るとどっちも日本へ行きそうなあの会社だったんですよね。キムは手を振ってるだろうか。そうですね、それちょっと気になりますね。左側に座っていてくれね、窓側だったりするとなんですけどね、でもこんなところで俺の姿見えるんだろうか。日本へ行きそうな尾翼、そうなんですよ、そうなんです、日本へ行きそうな尾翼がありまして、こういうのも木村らしいな。そうですね、どっちかわからないそうですね、木村さんも今頃、あーでもねこれ上上がってる時だからトイレは行けない。木村さんもうちょっと頑張ってね、トイレだったら。あでもさっきあれですね、僕チラッとだけ見た時にトイレ入ってられましたもんね。アナ、あそうか、それが分かれば分かったんですね。エンジン音で分かる人がそばにいる。あそうですね、その特殊技能今度僕身につけときます、頑張っときます。キムトイレでこけた対航空とアナの、あじゃあ後の便ですいません。あじゃあでも僕あれですよね、あのちょうど木村さん木村さんって叫んでた時に、あこれは違いますね、これ違います、アナだったらこれは違います。あでも一応押さえときます。アドの方でした、すいません、はちゃめちゃ配信の時の方でした、すいません。せっかく俺も飛んでいく時に最初の便でこれは間違いなしと思ってたのに、両方手を振ったから大丈夫、ありがとうございます。僕もそう思って木村さんの去ってしまったタイを生きていきたいと思います。昼だったら分かりやすかった、そうですね、そうですよね、これじゃないとかね、あの米で流していただけたかもしれませんよね。来た一応キムまた来るって言ってた、そうですね、本当そうですよね。あの非常に気に入っていただけたようなの で暑いの苦手というお話でしたので、あのひょっとしたら、あでもね、これも言っていいのかな、多分回ってない時におっしゃってたんですけど、秋に来られるかもです。まあそれは言っていいですよね、お忍びでとかないですもんね。来週来たらどうしますか。いやそれはもちろんできるだけスケジュール開けますよ、毛深いからねあラクダというあだ名もそこから来て、そこもあるんですかね。大丈夫です、ありがとうございます、それは大丈夫です、ありがとうございますって木村さんの代わりに言っていただいてありがとうございます。役土式務だから同乗している人たちに迷惑かけないといいけど、ああそうですよね、それ巻き添え怖いですよね、顔が楽だ。まあ似て、まあ一応お会いして友達と呼んでいただいたよしみで、かっこよかったですよと言っておきます。咀嚼音、顔、あ咀嚼音、あなるほどなるほど、耐えてる時の咀嚼音、ラクダだからラクダ、マジっすか。じゃあ動物園に行ったらお会いできたりするじゃないですか、ご家族の方に。どうでした、ね、いやかっこよかった、かっこよかったですよ。ラクダはまつげ長いからもあら、そうですよね、あのめっちゃくちゃパッチリした目ですっごいまつげの長さでしたもんね。ラクダ界のイケメン、あそれそれですよね、ラクダ界のイケメンめっちゃ似てますよね、もう食べてる時の口なんてこれ一緒に飯あの今度食べてリアル観察してみたいと思います。ほっぺや鼻の下もラクダ、あーなるほど、ほっぺはちょっとよくピンときてないですけど、鼻の下っていうのはなんとなく、すいません皆さん、すいません、わかる気もして、すいません。ラクダは草食で半数動物ですから、半数されてるんです。お、またまた飛び立ちましたが、これはちょっと尾翼暗いな、これなんだこれ、全然わからない、まあ多分違いますね。キムは咀嚼でくちゃくちゃ言うけど我慢してやってくださいね。いやいやいや、そんなあの
僕ポロポロこぼしてますから、もうマナーに関しては僕の方が本当に、日本人で食事マナーがなっていないもので、いやいや僕も本当そうですよ。確かに年齢としては確定よいよとこ、いやそうですよね、そうですそうです、若いです若いです、本当に若い感じプンプンしますよね。飛行機じゃなくて UFO みたいな形に見えた、あ今のやつですかね、ですよね。なんかね、あの暗いところとかもあって、飛行機の形多分なんかね変な形に見えやすいフライトでしたよ。キムバイバイ3度目、多分これじゃないはずです。南さんアポロラハ、そうですね、これじゃないはず、これじゃないはずですよ。南さんからニコ生って見れるの？あーそうですね、見れますよ、見れます見れます、タイからニコ生見れますよ。ただ僕はアカウント取ったんですけども、前にログインしないとダメな時にログイン忘れちゃって、でちょっとまあ取り直すのももういいかと思ってたら、ログインね、これもいらなくなりましたもんね。最近ね多分いらなくなったんですよね。南さん次日本来るのいつ頃？4月頃ですよね。もしや日本で次は会えたり、僕4月の15日、あ違う間違えた、5日から15日、おっとでもこれ全然関係ない便ですけど、一応絵的に押さえておきます。静かな飛行機だね。ニコラン、そうなりましたよね。ということで来月5日から15日日本、あ一応その前に2日から、5日まで沖縄に飛んでくんですけれどもね、そこでちょっと配信もお届けしたりしながら、僕里が大阪なんですけども、大阪に、5日から15日でいようと思ってます。まあもし時間とか取れたらちょっとあちこち動いてみたいなって、もし例えばうまくいったらですけど、時間あって関東方面ちょっと出てみようかなと思ったりしたら、木村さんにもちょっと連絡取りたいなっていう、そんな感じですね今。マジっすか、マジですマジですマジです。その日暇、沖縄いいっすね、そういうのはいいっすね。あお茶ありがとうございます。オフ会もいいじゃないですか。オフ会っていいっすね。僕オフ会って日本離れてるんで全然体験ないんですよね。北海道にも遊びに来てください。あ北海道いいですよね。僕タイの友達が北海道好きとか、雪をね見たいという人多いんで、ぜひ行きたいなと思ったりしてて、おばっかりだわ、楽しみだ。コンティニューコインありがとうございます。実はですね、早口になってどうしてここで急に巻いてるかというと、コンティニューコイン、ありがとうございます。たくさんいただいてるんですけども、実は僕も携帯のバッテリーがこの充電というか補助用のやつ使ってしてるんですけど、もうギリギリのギリチョンなんですよ。やばいっすやばいっす、やばいところへまたフライト。今度もまたこの時間なんかあれですよ、ね、飛び立ってからかっこいい音になるタイプ。もうね、滑走してる時なんか静かなんですよね。不思議な飛行機多いですね。これなんかあれなんですかね、ある時間超えると静かにしてるんですかね。決まったね。もうどれでもいいようにご挨拶と。OK です。みんな待れてます。配信バッテリー、そうなんですよね。すいません。そうなんですよ。帰りはバイクですか？バイク配信、そうですね。そうなんですよ。したかったんですけど、これ間違いなく切れてしまうので、気をつけて帰ってくださいね。ありがとうございます。どれでもいいや。もう僕も本当そんな気持ちです。もうすでにあれですからね。外してしまいましたからね。多分一便ね。もうどれでもいい。もう、あることないことというか、ないことないことも喋りまくってる。すいません。こんな配信で申し訳ないです。声なしでもバイク配信はいつか。はい。わかりました。ちょっと、そんな配信もしてみたいと思ってます。どれか当たります。それです。それです。それです。もうどれでもやっとけば、もうどれでも悔いなくいけるという。配信めっちゃ面白い。いや、これあれです。木村さんの、なんていうんですか。残していた、言っていただいた、なんていうんですかね、こう影、木村さんの影でやれてる感じです。いつもは本当ひっそり配信ですから、すいません。気持ちだよ気持ち、そうですよね、そうですそうです、楽しみにしてます、ありがとうございます。帰り寂しいでしょうから、バイク配信今からでもします。そうですね、これでもと言いつつ、なんかまた来た、
ていうのも一応配信して、一応僕もさようなら、木村さんだったらさ、あれアナなんじゃないの、あれもひょっとしてディレイしてたらあれかもしれない。バイク配信したいのはしたいんですけども、もしかして僕あの仕事関係で非常電話があったら、そのギリギリのあの電池を使ってやっていきたいので、すいませんすいません、ギリギリですいません、遅い時間で、いやいや、あれこちらこそありがとうございました。こんなにおしゃべりが楽しいかと、いや全然本当に、あの日はあまりおね、お話配信あまりでしたもんね。もっとタイのこと知りたいと思ったので、またお邪魔しますね。ありがとうございます。また南さん優しいな。いやいやいや、木村さん実は絶対僕より優しいはずなんです。金またね、のし、金またね、この流れ、タイの音楽配信、はい、わかりました、やります。って言ってもね、僕、最近あんまり聞いてないんですけど、お仕事やリアルの方を優先なさってくださいね。仕事は頑張ります。このノリで授業も頑張っていきたいと思います。塾講師ですので、授業も頑張ります。本当に楽しい、ありがとうございます。そんなこんなで、電池も、3% になってしまったので、本当にそろそろ泣く泣くライブボタンをポチッともう一回押したいと思います。ホタルの光窓の雪と、ありがとうございました。南さんの生徒になりたい、ありがとうございます。いつか本当に生徒として、おっときながらこれを押さえて、お別れにしたいと思います。歌もうまいと、いや全然今の流し、今ただの本当ハミングみたいなものですよ。お疲れ様でした。本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは皆様、最後に南さん本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それではちょっと最後にお顔を、なんでこれこんな髪型して俺が喋ってたのか、なんかもうズラだな、これほとんどズラということで、つまらんこと言いながらもう 2% になったので、こちらで失礼いたします。皆さんどうもありがとうございました。ではまた。